5歩になりました。第5レース発走です。3番の栗玉緒がゆっくり、まずは前取り自ら出ていきます。1番の藤田健二が2番手、2番原井博人が真後ろいまして、4番の田中宏明までここは久留米の3者、この後並びを整えていきそうです。5番の清水正彦、さらには6番玉村元気、玉村追走は7番杉村稔、四国勢初手後方となるようです。先頭位置は3番の栗田、佐世保初参戦、2社でも思い切って仕掛けていきますか、追走マークは上がっていきます。5番の清水です。中近コンビが前段に、2番の原井は福岡同県、そしてホームを同じくする久留米トリオの先導役、初手は3番手、追走1番の藤田、そして4番の田中です。四国両者玉村杉村、初手は後方6、7番手、玉村元気先場所松山シリーズ2勝と挙げています。2対3対2で2周回目2コーナーからバックへと向かっていきます。中段2番の原井、後ろはホームを同じくする2人となれば気合を入れてかかるはず。1番の藤田は前回別府戦狂いませんでしたが、さあ今節佐世保戦はどうでしょうか。4番の田中がラインのしんがり3番手、先頭3番の栗田、3番手2番の原井、そして6番手からアクションを起こす6番の玉村ですが、後方からの動きに反応しまして、福岡トリオ中段から上がっていきます。さあ2番の原井が先頭を変わりました。中近コンビは中段インコースアウトコースから四国勢、さあ迷いなく6番の玉村元気が発進しまして、6番の玉村先頭で打勝です。叩かれた2番の原井、3番手で立て直して3番の栗田は後方の6番手の展開です。4コーナーを回りまして競争いよいよ最終周回、さあジャンヨン後方からスパートは3番の栗田、5番の清水を連れまして一気に巻き返していきます。さあ逃げる6番の玉村、後方から仕掛けた3番の栗田、5番の清水の中近勢、その中近勢の反撃にさあ乗って仕掛けていくか、2番の原井博人、最終バックから3コーナー回っていく、3番の栗田、5番の清水、2番の原井、外追走も5番の清水がここは好ブロック、4コーナーから直線です。5番の清水正彦返す刀で追い込んで5番、3番、3着4番の田中の伸びが第5レース A 級特予選の1組目です。リプレイ図をご覧いただいています。6番の玉村が2番の原井を抑えて、そして3番下げていました栗田が一気に巻き返していきまして最終主導権、2番の原井もその中近勢の仕掛けに乗って外を踏みましたが5番の清水にブロックされました。返す刀の清水正彦を追い込んでの1着、2着3番栗田で中近ワンツー、5番3番、3着福岡3番手回りから4番の田中が伸ばしています。決定までしばらくお待ちください。第5レースでした。